ドナサマーはアメリカ合衆国の歌手、ソングライター。マサチューセッツ州ボストン近郊のドーチェスター出身。グラミー賞を5回受賞した。ディスコの女王の異名を持つ。サマーザ・ドンナ・サマースペシャルでバッドガールを歌ったドナサマー1980-1968年にミュージカルヘアーのヨーロッパ公演でデビュー。1971年にファーストシングル。 1974年にファーストアルバムを発表した。1970年代にジョルジオ・モロダーのプロデュースによりディスコミュージックの第一人者として活躍しディスコの女王と呼ばれ一世を風靡した。70年代後半のディスコではシルベスター、ビレッジピープルらのゲイディスコが人気となっていた。アメリカのディスコの客は黒人とゲイが多かったがゲイの男性から 特に支持されていたのが、ドナサマーである。他に、ゲイの男性を中心として、クロリア・ゲーナー、ダイアナ・ロス、メルバ・ムーア、ロリータ・ハルウェーラもディスコの女王という見方をされた。彼女は、75年から80年にかけて、ホット・スタッフ、愛の誘惑、アイ・フィール・ラブ、マッカーサー・パーク、バッド・ガール、ワンダラー、ラスト・ダンス、ヘブン・ローズ、オン・ザ・レーディオ、 ギム・オール・ザ・ライトなどのヒットを放った。81年は不調だったが、その後も、ラブ・イズ・イン・コントロール、情熱物語をヒットさせている。84年から88年にかけては、はっきり低迷状態となり、過去の人扱いされた。しかしサマーは、イッツ・フォー・リアルのカムバックヒットを放つことができた。1980年に、デビッド・ゲフィン率いるゲフィンレコードへ、 フルスのカサブランカレコードから移籍。その後、彼女がエイズはゲイに対する天罰であると発言したとされ、ゲイのファンも多かったために反感を買った。1980年代中盤の間、サマーの広報はデマについての否定声明を数回に渡って出し、レコード業界とゲイコミュニティの一部が彼女を支え続けた。サマー自身はこの件について沈黙を続け、 彼女が直接言及するのは数年後のことだった。1989年に雑誌アドボケートのインタビューに答え、自分のキャリアはオープン芸の多くのスタッフと共に築いてきたし、芸を理由に彼らを非難したことは一度もないと述べ、私は性的思向で人を見たりしない。芸かストレートかで人を判断したりしないわ。私の愛は人としての思いやりからなっているの。 と述べた。またハフィントンポストの記事においても、サマーがアンチゲートのレッテルを拒否したことが明らかになっている。ワシントン DC のコンベンションセンターでのドナ1985-1990年代から2000年代にかけては目立ったヒット曲はないが、元祖ディスコクイーンたるえんか、ビルボードのダンス、またはクラブチャートにおいてトップ10入りする常連であった。 1992年には、ハリウッドウォークオブフェームの星を獲得した。2008年5月に9年ぶりとなる、クレヨンズを発表。ここからのシングル3曲、i イ m A.Fire, Stamp Your f e ー t Fame そして、2、Parry With Love が2008年から2010年にかけて4曲連続で、ビルボードのダンスチャートで1位を記録。2、Parry With Love は、彼女にとって、ビルボードの 各シングルチャートにおける通算22曲目の1位となった。2012年5月17日朝、フロリダ州ネイプルズで肺がんのため死去。去年63歳。なお、彼女は喫煙者ではなかった。2013年にロックの殿堂入りを果たした。受賞式では、ケリー・ローランドがプレゼンターを務め、彼女の家族が受賞し、ジェニファー・ハドソンがバッドガール。 ラストダンスのカバーを披露した。なお、サマーは有名になる前、約8年間ドイツを中心に、ヨーロッパで歌手活動をしていたため、ドイツ語が堪能であった。日本版シングルとしてリリースされた曲に限り、放題をないに表記。なお、大宮ソニックシティでの公演は5曲ほどで中止になった。これは前日までの六本木ベルファーレ公演でどを、 潰してしまったためで、次の神奈川県民ホールでのコンサートのチケットとの引き換えか全額返金という形で対処された。ありがとうございます。